はこれを選びました。僕はこの絵を選びました。僕はこれを選びました。縁赤でね、すごく。なんで帽子かぶってるのこれ。イエローハットでいいかな。じゃあ、イエローハットこれやんな。これやんな。もう一回。白い。何書くのこれ。大きさん書こうか。しばくよ。しばくよもうダメだ。口悪っ。ちょっと使ってください、ね、悪いとこ。あ、これ使ってください。シンプルにちょっとボールを蹴ってる絵でいきましょう。誰が山田じゃん。めっちゃ薄くね。縁をペンになぞった方がいい気がするんだけど。やっぱダメ込んじゃうよ。完璧。イエローハットだわ。え、色がいいじゃん、めっちゃ。だろ？やるよ。センスあるよ、ね、な、知ってる。久しぶりにペン持ったんだけど。もうええやん。え、重くない？ええやん。ええよな。背番号かけな。遅いっしょ、お前。ここ何かな。いいじゃん、うまいじゃん。足こいつだ。大丈夫っしょ。久々こんな集中してるよね。学校の授業以来だ。そんなに？うん。わかんねえな。濃い赤ね。濃い赤。重くね？うまいよね。普通の赤っす。めちゃくちゃいいんだ。2体大変だでしょ、うん、あ、やばい。秋さんどうした？これ赤っすよね。やったわ。いつのユニフォームこれ。今年です。やったわ。やったやってるやってる。鹿の肌の色茶色ピンク。あ、わけねえだろ。ありがとう。今顔変なんだ。ちょっと気にすんと顔変だから。元から変だから。嬉しい。嬉しい。嬉しい。これでいいっすか？ワンパンマン。顔だけの先に入ってんじゃん。ワンパンマンしようかな。うわ、お前。しようかな。まあ、これ、それ何も。これかな。いや、ひげ入ってる。これ、どんぐらい？ボーボー。誰だよ、お前。カジュアの選手ボーボーいなくない？いないっす。山田の将来ヒゲ伸ばすの？35歳です。伸びなくない？伸びないっす。髪型ってどうやって描くんですか？お前みたいな髪型にしたらいいでしょ。やばい。問題発言しました。なんで？ちょ、勝負、お前、ちょ、勝負。なんじゃない？ワン君でいいですか？これやってるわ、お前。いや、ヒゲといえばワン君だ。いや、もう分かった。え、俺上手くない？うん、もうこれ2番目。1番目。で、顔は？顔塗らない。これ青なの？さっきちゃんと見せる。これ白ないんじゃない？白はいいんじゃん。え？白。手袋。分かんないですよね、塗ったって。分かります？もう分かんない、ね、意味ね、お前目が。すぐやめるよ。だって意味でも塗っても変わんねえよ。赤で塗った？うん。
ざけに入ったじゃん、お前最後絶対。赤だよな、うん、これ何？え？腹巻きじゃない。いやこれさ、角黄色？まさか黄色っぽくない？いや、これもう今までこんなセンスなかったのに。センス発揮してきた？いや、発揮してやない。久々にこんな集中してる、ね、うん、学校ぶり。いや、お前学校でも集中してなかったし。してた、絶対してないよね。いや、絶対授業中寝てたしよ。いや、だって寝ちゃダメだよ、学習係とかだから寝れないじゃん。うわー、なんかこれ角と色似てるわ、ミスった。いや、俺もそうだよ、帽子と耳似てるよ。やったわ、俺もやったわ。いや、でも色塗り楽しいわ。ちょっと手袋色変えたくない。これさ、なんか塗り方さ、立つよこっちだけど、なんかずっと立てて塗れる？無理だよ。口はやっぱ紅色でしょ。やばそうだ、躍動感がすごい。ちょっと芝の向きを変えるんですよ。プロや、お前躍動感を出させるために芝の向き変えただけでちょっとグワーンってなるじゃん。ファーって色一緒やん。どうすか、お前マジこれヒゲやばいよ。やばいっすか、何がやばいっすか。ちょっと迫力があるの。どうする、これ来月のフィニックスのあれになってたんじゃないですか。いや、ちょっと色一緒ってつまんなくないですか、うん、文字で鹿尾だよって書こうかな。あり、鉛筆、鉛筆、あ、鉛筆、あ、消しゴムないですか。やってるわ、俺。まあ、スパイク攻めてあったりしていけ。誰誰誰、舐めてます、こいつ怖い。 OK、 フィニッシュ。いや、okay、 ここら辺から飛んでる、プロ。プロ違う、それプロ、山だ山だ山だ、はい、山だ、はいはいはい、プロ椅子使わないから。あ、使わないんですか。膝だから。おっか、そうそう。もうちょっと潜り込んでいこう。いいよ、いいよ。あ、いいね、センスあるよ。そうなんです、うん、いい感じ。いい感じ、いいよ、終わり。まあ、ユニフォームをちょっと頑張って書いてみました。それだけです。誰とは決めてはないし、まあ、似てる方がいたら教えてください。え、どっち、二人とも。二人とも。立ち悪いな、お前、本当に。工夫したところはできるだけ色合いを似せて優しいタッチで縫うように心がけました。でも色が似てるかわからないので自己流です。まあ優しいタッチで。この帽子かぶってるところとか、まあオリジナルで優しいタッチで描きました。週末にご家族で鹿アートを楽しんでください。